今日はうさぎのシリコンモールドを使って不思議の国のアリスの白うさぎを作ってみました。顔と体はフロキーパウダーを使用してふわふわに仕上げて、真ん中の部分は時計とトランプをイメージして作りました。今回使用するのはこちらキャンドゥのうさぎの形のシリコンモールドです。それではまず最初にビーズを固定して壁を作っていきます。別のところにレジン液を少し流して爪楊枝の先端に取ります。その先にビーズを取って、この首のあたり、洋服と顔の境目のところにビーズを並べて仮止めをしていきたいと思います。こちらビーズを並べて、ここから先レジンが流れないようにするために今仮止めをしています。こんな感じで少量のレジン液を取って、自分の好きなところに、私はこの辺りにしたんですが、首元に来るようにビーズをセッティングしました。ここで一旦硬化します。はい、硬化が終わりました。そしたら今度こちら下側の方ですね、洋服の下の方になるところ、この辺りも同じようにビーズを並べていきます。少量のレジンで大丈夫ですので、まずはこの辺りに、あとはここ腕の部分ですね、ここに置いて、硬化をしていきたいと思います。はい、こちらで、壁が出来上がった状態です。この顔と体の境目、真ん中の洋服の部分にレジンを流していきます。まずは透明な部分から作っていきます。この時に注意してほしいのは、ビーズより先に溢れないくらいのレジン液を流すということです。そしたら、この中に自分の好きなパーツを入れて、作っていきます。私は今回、キラキラさせたかったので、こちらの、ラメを入れていきます。ラメというかホロというんでしょうかね、ホログラム、ちょっと違った素材のホログラムを、入れて、よりキラキラするように作っていきます。さらに大きなホロも足して、このくらいでベースを作ろうと思います。はい、硬化が終わりました。今洋服の部分のベースが出来上がったところです。横から見るとこういう感じに仕上がっております。真ん中部分だけ膨らみができて、顔と足の部分はまだ何も手を加えていない状態です。それでは顔と足の部分を作っていきます。まずはホワイトのレジン液を作っていきます。レジン液をたっぷり取り出して、この上にホワイトのカラージェルを少し足してホワイトを作ります。こちらはカラージェルがない場合、パステルや他の着色料でも大丈夫です。今回最終的な仕上げはフロッキーパウダーで表面をふわふわに仕上げる予定なんですけれども、こちらの顔と足の部分、裏から見ても不自然な感じにならないように、表面以外もホワイトに仕上げようと思います。はい、ホワイトのカラーが出来上がったら、こちらを爪楊枝の先端などにたっぷり取って、この辺りに流し込みます。耳の部分が少し細いので、この顔のあたりにたっぷりとレジン液を流したら、傾けて、自然に流れるようにしてあげます。そうすると端の方までしっかりと流れてくれるので、また爪楊枝で、入れていくよりも綺麗に仕上がるので、こんな感じで流して硬化をしました。そしたら、次は足の方に行きたいと思います。同じように、足の部分にもたっぷりと、ホワイトのレジンを流して硬化をします。手のところにもつけました。今ちょうどこんな感じに仕上がっております。横から見ると、壁の部分、ここですね、ここでしっかり、分かれて硬化されている状態です。それでは、またさらにビーズを上から足していきます。同じように、少量のレジンを取って、また2段目の壁を作っていきます。このまま
上に乗せていくとまたレジンが溢れてしまうので2回に分けて硬化をしました。で、私は一番上に来るところに最後ゴールドのブリオンをビーズの間に乗せて少し可愛らしくアレンジしてみました。はい、ではここで硬化をします。こんな感じで仕上がっております。洋服の下の部分、こちらも作っていきたいと思います。同じように少量のレジンを取ってビーズの2段目、壁の2段目を作っていきます。同じように最後ブリオンを足して、はい、硬化ができました。横から見るとまたさらに高い壁が出来上がっている状態になっております。では2回目作っていきたいと思います。2段目のレジンを硬化したいと思います。まずは顔の部分、こちらに白のカラーレジンを流します。同じように顔の部分にたっぷりと流したら、最後耳の方に傾けてレジンを先端の方まで流していきます。はい、たっぷり取ってこの辺りに、こちら最後のホワイトのカラーレジンになるので、少しだけ、最後少しレジンが入るくらいのところを残してホワイトのカラーレジンをたっぷりと入れてあげます。はい、こんな感じで硬化ができました。足の部分にも流して硬化をします。では洋服の部分にこちらのダイヤのパーツと、こちら歯車のパーツ、それから、時計の針のパーツを使いたいと思います。こちらはセリアのパーツですね。ではこのくぼんでいる状態の真ん中の洋服のところにレジンを、この半分ぐらいまで流します。今回、歯車を、洋服の中に埋め込みたかったので、まず半分の量のレジン液を流したら、ここに2つですね、歯車をセットしてここで硬化をします。はい、硬化が終わりました。こんな感じで仕上がっております。では、白のホワイトのカラーレジンと同じくらいの高さになるところまでレジンを流し込んで、ここで一旦硬化をします。はい、硬化が終わりました。横から見るとこんな感じに仕上がっております。少しレジンを流す余裕が残っている状態です。ではこの足と体の部分にレジンを流して、こちらのフロッキーパウダー、こういった繊維のものなんですけれども、こちらを埋めていこうと思います。ギリギリのところ、シリコンモールドギリギリのところまでレジンを流します。でもあまり量が多くならない方がいいので、先にホワイトのカラーレジンの量を調整することが重要かなと作ってて思いました。はい、では先端の方までしっかりとレジンを伸ばしてあげたら、こちらのフロッキーパウダーをピンセットの先にたっぷり取って、どんどん埋めていきます。これは、こちらのフロッキーパウダー全部埋め込んでしまうとふわふわ感がなくなるので、たっぷり取って、こんな感じですね、ちょっと取りすぎちゃいましたね、たっぷり取って、少しずつトントントンとピンセットを叩きながら、下の方だけレジンに浸かるように埋めていくと、ふわふわした感じに仕上がると思います。たっぷりのせて後から払い落とせばいいだけなので、この時点でたくさんのフロッキーパウダーを詰めてあげます。密度が濃くなるようにしっかりと先端の方までたっぷりのフロッキーパウダーを敷き詰めてあげてください。こんな感じですかね。ではここで一旦硬化します。はい、硬化が終わりました。そしたら下の足の部分にも、たっぷり最後のレジンを流して、爪楊枝で、広げてフロッキーパウダーをたっぷり敷き詰めていきます。ピンセットの先に、たっぷり取って、こ
じですね。少し繊維を立ててあげるように、あのふわふわっとピンセットの先でほぐしてあげると、よりふわふわ感が出た感じにのせることができると思います。繊維を立ててあげるっていうイメージですね。細かく、ピンセットの先にとって、足の先端、それからシリコンモールドの端にまでしっかりと埋めてあげます。で、敷き詰めたら上から軽くトントンと、叩いてあげたら、ここで一旦硬化します。こちら側、手の方にも、忘れずに、フロッキーパウダーをのせてあげてください。爪楊枝の先に少量のレジンを取って、こちらも同じようにピンセットでフロッキーパウダーを敷き詰めます。はい、では、ここで硬化をします。はい、硬化が終わりました。触っても大丈夫です。ふわふわした感じに、仕上がっております。で、ここで余分なフロッキーパウダーを、少し落としてあげてください。いい感じですね。そしたら、ゆっくりとシリコンモールドを剥がしていきます。耳の部分が、ちょっと細かいので、ここは壊れないように気をつけて、足の部分はすんなりと外れました。このあたりですね。でも割と簡単に、取ることができました。手の方が少し大変でしたね。ゆっくりと、外して、裏側届いたら指を入れて、下から押し上げてシリコンモールドから外していきます。はい、外れました。なかなか裏も綺麗に仕上がってていい感じですね。ふわふわした感じが、違ったレジンの雰囲気と変わっていて、すごく面白いです。で、この端の部分、少し、角が出ているところや、フロッキーパウダー余分なものついたものはピンセットなどでこすったり、必要であればヤスリで、削り落としてください。このあたりを少し整えて、いきたいと思います。裏側は ある程度硬化をしたら、UV ライトの中でシリコンモールドを逆さまに向けて、裏側も、少し照射してあげてください。ツヤツヤに仕上がりましたね。では、真ん中の部分に、最後、お洋服のアレンジをしていきたいと思います。少し立体感を出したかったので、一番最後に少し飛び出るように、設置をしてあげました。では、このあたりにダイヤのパーツを配置したいと思います。少し、微調整をして、このあたりがいいですかね。はい、このあたりに配置をして、時計の針を少しだけ飛び出るように、少し細いので、こちら のあまり飛び出しすぎちゃうと折れちゃうのが心配だったので、このくらいで配置をしました。で、最後にキラッとするようにストーンをこの辺りに乗せて硬化をしたいと思います。はい、硬化が終わりました。完成です。ここはふわふわした感じになって、真ん中の部分は透明感があって面白い形になったかなと思います。横から見るとこんな感じになってます。真ん中のあたりがやっぱりいいですね。で、裏面はこういう仕上がりで、裏から見ても白とクリアの部分がはっきりと分かれているので違和感ないかなと思います。いいですね。フロッキーパウダー違う質感になるのですごく面白いです。簡単にできるのでぜひ試してみてください。こんな感じで、不思議の国のアリスの白ウサギふわふわバージョンが出来上がりました。
今回、こちらバッジにしようかと思ったんですが、せっかく真ん中が透明感あるので、やっぱりパーツとして使用しようかなと思っております。顔のあたりですね、ヒートン刺して、チャームかパーツにできたらなと思っております。横から見ると、少しだけ、もう少し平らにできたらよかったかなというのが反省点ですかね。こんな感じで仕上がりました。デジン、アリスのふわふわ白うさぎでした。